はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はね、大阪に来てまして、久々にラーメン丸中さんにお邪魔しております。丸中さん、以前もチャレンジとか僕お世話になってて、関西の大食い系の子たちもこぞってね、集まってる人気店なんですけど、今回店主さんにね、食べに行きますってお話ししたところ、7キロぐらいっていうお話だったんですよね。で、何が出てくるかはちょっと僕もまだ分かってなくてですね、なんで出来上がるまでね、ちょっと待機したいと思います。はい、ということで今こんな感じで揃いました。で、丸中さんね、今ね、いろんなチャレンジメニューあってて、3キロ、4キロ、5キロ、6キロと、まあ、重量別でやってるんですけど、今回はね、新たにできるこの7キロのチャレンジになるみたいです。こっちの丼で約6キロで、漬け汁が3種、塩、カレー、辛いので、一応味変アイテムでこうやってネギとか鶏節をご用意いただきました。で、今回のチャレンジ、まだ詳しいルールは決まってなくて、僕が食べきった時間が基準となるみたいです。成功した場合、失敗した場合の詳しいルールについてはこれから取り決めていくみたいなので、行う場合はお店の方に電話して詳細の方はご確認ください。じゃあ早速いただかせていきます。お願いします。じゃあすいません、いただきます。いただきます。ちょっと基準になるみたいなんで、僕もあんまり急がずにいただきますね。まず麺。ありがとうございます。うん。結構粗めの全粒粉の入った中太麺なのかな。今丸中さんといえば鶏なんでね。見てこれ。鶏ちゃん見えるかな。超うまいんだよこれ。ちょっと豪華に。炭焼きのたたきでね、香りがめちゃめちゃ美味しい。角煮をとろっとろ。うまっ。ちょっとちょっとこの鶏塩から。よっと。ありがとうございます。うまっ。めちゃめちゃ濃くてうまい。よいしょ。ちょっと味変の鶏節を。ちょっと麺の性質上結構ねツルツルはしてるんだけど、柔らかいから多分このダマにはなりやすいんで、ちょっとね急ぎ目というか早めに食べた方がいいかもしれないですね。鶏節うまい。まずは鶏汁の方を完食。続いてこの辛いの。
まあまあ辛い匂いがするよいしょ、いいよ、失礼して、うん、あっか、あっか、これ、栗節入れるとうまそう、ネギも、うん、うん、そう、ネギ合うわ、汁足らずとか、あ、あのおかゆとかもう大丈夫、はい、あ、わかりました、温め直しも、ね、しますので、ありがとうございます、けど、ね、つけ汁はの温め直しとかおかゆとかも大丈夫みたいです、すいません、はい、鶏塩のおかわりお願いします、はい、ちょ、まあ、こっちが辛いからあれだけど、スパイス系とかはほとんど、まあ、スパイスも入ってるけど辛みはほとんどなくて、結構甘めの出汁が効いたやつですね、うん、ありがとうございます。あ、すいません。ありがとうございます。つけ汁の方は結構ね、まあ、手が込んでて、提供するまでも少しちょっと時間がかかるので、足りないって場合には早めにね、注文した方がいいと思います。うん。うん、ありがとうございます。
あとね、この鶏茶のみですね、こっちは。トップシめっちゃうまいんだよな。よっ、ネギ、こっちはもう終わりでございます。よっ、あとはこっけ。ごちそうさまでした。いやよっと。ということで、一応完食時間僕がこれでね、41分34秒。で、まあこれからのね、その成功の報酬だったりとか、失敗の場合のお支払いとかって詳しいルールは多分これから決まると思うので、こちらの詳細については丸中さんの方にお問い合わせください。以上、ラスカルからでした。じゃあね。